3組の確定結果です。1着菱田さん立命館大学1分1秒44、2着イラキさん大阪成蹊大学1分1秒44、3着くずはらさん京都教育大学1分1秒83。速報です。1着岩田君天理大学53秒53、2着古川君龍谷大学54秒32、3着岩瀬君大阪公立大学54秒70。以下はスクリーンをご覧ください。747番準備。スクリーンは男子2部 400m ハードル予選2組の確定結果です。ご覧ください。